どうも、トモヤンテニスチャンネルのトモヤンです。 MJ です。はい、今回はヘッドのガットシリーズですね。ガット、はい、ガット。今ここに4種類のガットあります。1つ目がこちらですね、青いやつ、リンクスエッジっていうガットですね。はい、でこれがそうです。これ、黒のソニックプロと、これは普通のリンクスですね。リンクスエッジじゃない、リンクスで、これが、エクスペリメンタルって書いてありましたね。はい、今未発売なんですかね、これは。はい、ヘッド様からいただきましたので、ちょっと貼ってみました。でこの2本は僕個人的には貼ったことがあるんで、もう打感は分かってるので、この貼ったことのない2種類、エクスペリメンタルってやつと、リンクスエッジ貼ってみました。さあ MJ 問題です、はい、じゃじゃん。これなんかカクカクしてるらしいんですよ。してますね。してますか、うん、何角形ですか。見て分かるってやばいけど。いやでも意外と丸いしな。そうですよ、貼った時意外と丸いから ね。そこまでカクカクもしてないですよね。結論、五角形。ああ五角形、はい、でこれはこれもカクカク、これでもエッジっていうぐらいだし、だいぶカクってるんじゃないですか。はい、カクってるんですよ。でも丸いっすよ。そうです。あ、まあでも貼ってても丸いんですよ。じゃあ八角形。八角形。その何なんですか。触った感じ。これ6で、これ7角形になってます。7角形って多いっすね。多いっすね。すごいっすね。7角形。カクカクしてる。でも貼ってる感じは全くカクカクしてる感はなかったです。正直言って。でもやっぱりカクカクしてるってことはスピンがかかりやすいんじゃないかなと。スピンガット。はい、思いますので。はい。僕グラビティにいつも50、まあこういうの働き。縦50で、横40で、あ、48ポンドで貼ってるんで、同じように貼ってみました。縦50、横48ポンドで貼ったんで、これ打ってレビューしていきたいと思います。はい。お願いします。はい。Thank you.
おお。2種類ですね、今回2種類打ち比べていきました、はいはい、まあ、僕自身はこの2種類、リンクスとソニックプロも買ったことあるんですが、まあ単、え、まあ、なんていうんですかね、順番をつけるならもう先に言っちゃいますが、いや僕正直これは、リンクスエッジは、はい、ちょっとすいませんが、あ、最下位でございます。お眼鏡にかなわず、はい、すいません、ヘッドを刺させません、リンクスエッジは僕の中では最下位となります。スピンガットが好きな人はそうですね、いいっすよね、うん、なんかちょっとね、カンっていう感じがする、そうですね、ちょっとカンカンしてるかも、うん、はい、これはならではかもしれないですね、うん、この深くしてるガットの、確かに、はい、でこの3種類になってくるんですが、これはねショットによって違いますね。あ、ストロークはもう完全にこの2種類です。おお、なるほど。はい。エクスペリメンタルか、はい、リンクスですね。ストロークは。なんかね、こう、しっかりガットが、ボールを持ってくれて、回転をこう、ぐっとかけてくれるんですよ。まあ、食いつきがいいんですかね、だから。食いつき系ですか、うん、もう全く違いました、だから。これと、これは。ね、カンカン UK と、ぐっとくっつく系。だから、まあまあ、僕、ぐっとくっついても、くれる方が好きなんで、うん、この2種類の方が、ストロークは、リンクスとエクスペリメンタルの方が良かったかなと思います。で、ボレーになると確実僕はこれです、ソニックプロ。これはどういう系なんですか。これはね、見ての通り丸です。丸、はい、新一本、はい、なるほど。高難にはないですけどね、これ新一本、針金、針金みたいなと思いきやめちゃめちゃ柔らかいんですよ、これ。あ、そうなんですか、はい、これちなみに僕はインスタで江原プロいるじゃないですか、はい、フォローしてるんですけど、はい、これ使ってるかし。あ、そうなんですか。ソニックプロね。はい。54、52かなんか貼ってる。あ、すいません、嘘やった、すいません。なんかそれぐらいで貼ってるらしくて、なんか質問コーナーで書いて貼ったんですよ。やっぱりソニックプロ打ちやすいんですよ。これちょっとね、柔らかさがあってグッと飛んでくれるんで、ボレーはしやすいけど、ちょっとストロークでは僕ちょっと飛びすぎて不安なところはあるんですけど、なるほど。でも江原プロ見てるとできるんじゃないかなと、僕の腕ですね。結構でもなんか、はい、スピンかかるラケット言ったらいいかもしれないですね。あ、いいかもしれないですね。江原選手のやつめちゃくちゃスピンかかりそう。確かに。エクストリームか。そうですね、はい。あれ、ブチブチ切ってるんちゃいますかね。めちゃめちゃ回転かかるでしょ。うん。これ切りやすいんですよ、ソニックプロって。結構耐久性が。1日1本レベルでしょ。レベルでしょうね、あのラケットにこれやと。はい。で、まあ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 、でも打ちやすいんで、ボレーとかしやすいかなと。ストローク系の方はやっぱりこっち系、貼ってもらって。これはとりあえず一回貼ってもらって、好きやったらまあいいかなと。いい色っすよね。色がいい。色がいい、ね。色がいい。ちょっと他社になりますけど、うん、ヨネックスのポリッツァースピン。似てますね。似てますね。青っていう。青。はい。冬やけど。はい、夏とか貼ってもらっていいかもしれない。はい、いい感じだね、はい。今ちょっと寒々しいから。そうですね。はい。まあでも。でもこれスピンガットの割に結構柔らかい感じですね。はい、スピンガットでカンカンしてるイメージ、ね。そう。だからカクカク同士やのに、全然打感違う。確かに。うん。ってなったら僕はそのカクカクで、だから、いや、食いついてスピンがかかってっていうことで、うん、まあこれですかね、うん、だから一角形増やしたんですかね。あ、なるほど。そんなに繊細なんかでも角形が少ないほどカンカンするんじゃないですか。あ、逆にガット自体硬いんかな。どうだろうな。まあでもこのちょっと硬くは感じましたけど、ーガーンって打った時に柔らかく感じましたけどね。いや、これ言ったら一緒なわけやんか、はい、リンクスとリンクスエッジやし、俺打った感じ柔らかかったですか。別もん、そうなの、うん、
これも全然違う。ちょっとブラックコード。ああ、はいはいはい、はい。まあ 4S かな。にちょっと、うんうん、てか似てるかも。カンカン系。カンカン系がね。うん、これほんまにカンカンは全くなかったんですけど、僕はまあ、まあ、その、硬い感じがあんま好きじゃない。うん、柔らかい感じが。まあ、ラケットにもよると思うんですけど、うん、我がグラビティなんで、うん、はい、まあ、18、20ですもんね。そうですね、ちょっと細かいもんね、うん、面圧が高いんでね、これ、うんうん、ちょっと感覚言いやすいかもしれないですけど、はい、MJ 順番つけるなら、え、僕っすか、はい、そうっすね、これわかんないんですけど、そうか、そうか、じゃあ、こうしよう、こっちどっちかっすか、どっちかっすか、うん、そうっすね、いや、でも使ってやっぱラケットによるんじゃないですか、あ、でも単純にこのグラビティに、うん、あの 今のこのセッティングやったら僕もこっちの方が好きです、ね、うん、ああこっちの方がね、あの、はい、やっぱり食いついた方が好き、そうですね、打感的にはいってるボールとかは別して、あ、うんうんうん、打感的にはこっちの方が好きです、あ、はい、いや打ってる感触って大事よこんな、うん、ただなんか、うん、ちょっと飛びすぎるラケットとかやったらこっちの方がいいかもしれないです、あ、はい、まあ、それはまあ一つです、ね、あれいいよな、こう硬くて柔らかい、うん、あ、そうですね、かそういうイメージですね、柔らかくて確かに硬い、うん、が結構好きやんな俺ら、チョイス的には、はい、うん、そうっすね、グラビティちょうど合いたいしな、うん、確かに難しいっちゃ難しいですけど、はい、まあまあそうですね、まあ、うん、まあ、まにショットによるんですけど、自分がどういうプレーされるかですよね、うん、鈴木孝雄選手のようなプレーをしたいという方はソニックプロです、うん、絶対ナチュラルですけど、ナチュラル選手はい、で、ストロークガンガン打っていきたい方は僕はもう完全にこれかリンクセと思います、うん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 、はい、ちょっと MJ これ打ったことないと思いますが、はい、もうこの2種類が似てます、この2種類が、で、これが全くの別物で真逆みたいな感じ、うん、これの真逆がこのリンクセッジっていう形になりましたかね、はい、打った感じでは、はい、まあ、色合いも青、黒、黄色、うん、これ何色、ゴールド、肌色、肌色はちゃうか、なんか色はでもマイルドソースからね、はい、パッケージ送られてきた色と全く同じなんですけど、うん、新しい色ですよね、確かに、はい、この色ないっすね、ないっすね、確かに新しい色ですよね、うん、はい、なんかちょっといい感じの色で、はい、はい、まあどれも使ってみるのが、前も言いましたが、ガットっていうのはラケットによって全然違うので、チョイスをいろいろ自分で探してもらうことが大事かなと思いますので、うん、ぜひヘッドのガット買ってもらったらいいかなと思います、はい、はい、ではまた何かあればレビューしていきたいと思います、ありがとうございました。